皆さんこんにちは、アニマルランドへようこそ。ヒラリーでーす。ラリーでーす。今日はなんとヒラリーとダリーに新しいジャージが届きました。今日はそれを紹介していこうと思います。アニマルランド。では今回紹介するジャージはこんな感じでーす。あーでも見えないじゃん。見えないじゃん。こんな感じ。はい、こんな感じ。かわいい。ね、なんかこの袋越しでももうすでにかわいい。かわいいね。今回はダメだからいただきました。かわいい。早く開けますね。じゃあ、ひらりのから見てみよう。後ろに No Cross, No Crown って書いてある。かっこいい。まず上ね。ノークロスノークラウンって何？ノークロスノークラウン。はい、ということで。わかんないよ。ひらりのまずトップスです。はい。かわいい。おお。あ、ここの後ろにも書いてある。ノークロスノークラウン。あー、はいはい。かわいい、この色。で、しかもさ、ちょっと今チラッて見たら、ここがさ、あの光ってる。女子のブランドとかでよくあるこのオーロラな感じ。おーおーおー、え、かわいい。ジャージの名前はですね、スプレンデッドウォーマンサイクリングジャージーっていうジャージで、色はロココグリーンっていう、かわいい、すごい色が、模様とかもこんな感じで、腕のとこつって、かわいいね、すごい。生地もめっちゃいい感じなんだけど、あ、横にポケットついてるね。ポケが入ってる。いいね。ジッパー付きのポケットが横についてて、まあここにね、大事なものとか入れられて。しかもこのポッケ、滑り止めがついてる、全部一個ずつ。ポッケが変わってるね。一個ずつ滑り止めがついてるよ。すごい。え、私結構さ、ジャージこの後ろにさ、これ、あ、なるほどね。中にこう、ちょっと滑りそうなものを入れても出てこないんだ。そうそうそう。これすごいじゃん。私、結構さ、モバ銃とか入れるのね。ここの中に。うんうんうん、で、いつもそれ滑らんかなって思いながら、ちょっと気にしてたから、はいはい、めっちゃありがたい、これ。おー。すごいありがたいんだけど。これは反射の生地になってるよね。かな、うん。めっちゃいい。すごい。かわいいし、あ、中も。かわいい。あ、中も名前が書いてある。中もへぇ、中までこだわってんだね。なってるし、ここ見えるから。洗濯表示だった。洗濯表示だね。かわいい、でもすごい、え、めっちゃいいね。ちゃんとここのゴムのところにも見える。あ、これいいのかな。書いてある。あ、すごい良くない？しかもこれ全部カバーしてる。そう、最高。そう、私金属アレルギーなんですよ。だからで、ここがちょっとチクチクすると結構こうかぶれちゃうんだよね、いつも。ああ、なんだけど全部中側はこれそうカバーされてる。ジッパーをどの高さにしても金属が体にくっつかない。そう、ここの金属が当たっちゃってすっごい真っ赤になってたの、いつも私。でもそれがない。あ、めっちゃいいね。うわ、最高ですわ。ねえ、いいいい、早く着たいわ。え、これでいくらなの？これで、うん、値段はですね、うん、ドルになるんですけど、70ドルです。70ドルなんだ。おー、はい、いい感じだね。めちゃめちゃいいね。うん、じゃあ、下も紹介しましょうかね。うんうん、他にもあるんで。下は、ズボンじゃなくて、あ、ズボンっちゃズボンなんだけど、ね、今回は、スカート。かわいい！スカート付きのショーツ。かわいい！ね、ちょっとめくっていいですか？ドキッ。ダメらしい。ダメらしいわ。中はこうやって。あ、普通にショーツだね。あ、でも白なんだね。うん、あの黒とかなのかなと思ってたけど、白なんていいね。あ、白白。うん、しかもちょっとここも、あの、普通のジャージみたいに。この、滑り止めの感じ。切りっぱなし風の感じのやつだね。うん、今流行りの感じですよね。細く見えるやつね。で、生地がちょっと変わってない？これ。なんか。メッシュ、うん、ちょっとメッシュになってる感じの。ちょっと模様が入る。うん、ねえ。でも涼しそう、すごい、ひんやり。へぇ。でね、後ろにね、うん、
こうやって。おお、これ光るのかな。ちっちゃく。うん、あ、光りそう。うん、ちっちゃくこうやってなってるのすごいいい。私的にポイントめっちゃ高い。で、中のこれもさ、色がかわいい。色が緑なんだ。めっちゃ合わさってる。すごいかわいい。これにさ、だって、私、この、水色着るわけでしょ。すごい合うね。ちょっと持ってよ。はい、うん。あ、めっちゃかわいいじゃん。超良くない、うん、うわ、楽しみ。はいね。これは、はい、クラウドウォーメンサイクリングスコートサマーっていう、だからもう夏用だよね、うん、すごいひんやりしてるし、なこれ白色です。うん、めっちゃかわいい。本当にいいね。中緑なのかわいいし、これいいね。すっごい柔らかいわ、うん、めっちゃふわふわ。あ、本当だ。あ、なんか手触りがいい ね、 ね、これなんかあのすっごいツルツルのあの、うん、スタッフアニモって何だっけ、スウェード調じゃないけど、うん、へー、すっごい気持ちいい。うん、気持ちいい感じ。めちゃくちゃ気持ちいい。へー、あのツルツルのクッションみたいなさ、うん、わかる、すっごい柔らかいクッション、うんうんうん、そんな感じがする。これの値段、それでこの形で着るんかい。これの値段はですね、13.、違う、嘘つけ。これの値段は$139です。はい、はい、あ、このね、スカートも一緒になって、この生地だから、うん、なるほどね、すごい、こういういい感じの、うん、軽い。おお、めっちゃ、はい、クラウドって書いてあるだけあるのかな、色だけあるの、どっちだ。なるほどね、このクラウドっていうのはどういうことなんだろうね。ね、じゃあヒラリのはこんな感じです。じゃあ続いて、はい、ダディ。はい、ダディのやつは、じゃあ上から行こうかな。はい、行きますよ、行きますよ。じゃん。あれ、なんか落ちた。なんか落ちたぞ。なんか落ちた。お、はい、シリカゲルですね。はい、ね、重要です。重要ですよ。じゃあこんな感じ。はいはいはい。かわいい。あ、はいはい。僕のやつはね、これ字はね、黒いんだけど、キラキラちょっと光ってます。なんか男女で分かれてるのかな、うん、もしかして色。いや、違うものを頼んでるから、同じものじゃないから、ね。あ、まあそう。うん。いろいろね、種類はね、たくさんあるんですよ、ここ。で、その中の、それぞれ違うものを頼んでます。あ、これはね、クールマックスって生地。ね、有名ですよね。クールマックス使ってます。はい。で、伸びが、おー。あ、左右も、縦も、両方伸びる。クールマックスでもいいやつですね。はい。クールマックスで横しか伸びないやつとかあるのよ。あ、ね、だからね、これはいいやつです。うん。はい。そうそう。あ、これいいね。これかわいい、これ。うん、これ個人的に好きやつ、ね、うん。富士山みたいなね。うん。マークがついて。ラメダって書いてありますね。ラメダの字がね、野球の字みたいな感じだよね。どういうこと？え、ドラゴンズ。あー、確かに。ドラゴンズみたいなね。で、ポケットは3つ。で、これはジッパーはついてないやつだね。ついてない。うん、あ、でもすごい入りそう。ね、しっかり。すごいね、伸びる。伸びがすごい。これでね、M サイズなんですよ。だけど、こう、なんか、ちっちゃい感じしますよね。こうやって見ると。伸びるからね。すごい伸びるから、後でちょっと着てみますけど。ね、このさ、個人的に後ろのゴムの部分。後ろのゴムの部分、すごい。気持ちいい。広くって、こんなに。こんな広いんだよ、これ。これね、僕の顔ぐらいあるでしょ。違う違う、こっちね。これぐらい。これぐらいの幅。ね。で、後ろがね、ちょっとこう、なんだろう、こうシリコンがドットで入ってるようなそんな感じの、作りになってる。赤ちゃんの靴下みたいな。ああ、なるほどね。はい。で、まあジッパーの方は先ほどヒラリがね紹介してくれたのと多分一緒です。ああ、全部ちゃんとついてる。熱、うん、くなってますね。うん、全部。だからジッパーが胸に当たって。赤くなるっていうのはないですね。まあ僕はそういうのはないんですけど。でなんか本当にさ、ファッションブランドみたいな付け方だよね。ね、本当だよね。うん、ファッションブランド、おしゃれだよね。うん、おしゃれ、うん。むちゃくちゃ。な全然こう、武骨な感じがない。タイプジャージって感じじゃない。うん、それでね、ちょっとね、今思ったんだけど。これさ、普通だと、
これちょっとそっちこうやって持ってもらっていい？で、こっちこう持つと、普通だとこれペタって縫ってあるだけじゃん。これね、ここ。そう、だからひらいっぱい入りそうって言ったの。うん。ああ、そういうこと？そう。これ、ここにね、折り目があるのよ。だから、これぐらいの厚さまでね、うん、余裕があるっていうの？はい、うん。これはね、面白いですね。財布とかしっかり入る。うん。なんか、そうそうそう、ボトルとかも入っちゃうよね、これで。普通に。うん、なんか、ニューってここだけ伸びるとかじゃなくて、なんか余裕あって入りそう。ちゃんとなんかポッケみたいな。うん。これ、作りすごいっすよ。うん、すごいね。うん。ねえ。ちゃんとね、この縫い目のとこも、ここ、強くしないといけないところは、こういう補強が入ってんの。そうそう、うん、私なのもついてた、そうそう、こう補強入ってんの。だから僕、結構ここ切れることあって、あとで縫ったりするんだけど、これ安心だよね。すごいすごい。いいね。はい。シルバーメンショートスリーブサイクリングジャージーです。はい。という名前ですね。金額の方は87ドルになります。はい。こんな感じの値段ですよ。はい。じゃあ次行きますよ。次はこちらです。はい。はい。リブショーツになります。じゃあどんな感じのものか見ていきます。ちょっとね、これ色が見えません？これ色が、ね。いきますよ。じゃん！おー、かっこいい。これ、はい、ちょっとね、青い感じの色のものを選びました。これ、生地がすごい。すごいね、めっちゃ。この生地のジャージ初めてかもしれん。すげえ。これ手触りすごいよ、これ。なんかね、なんか言い方悪いけど、ゴムのような、手触りなんだけど、水着みたいな。水着みたいな、うん、こうサラサラな感じ。すごい。めっちゃ気持ちいい。で、こう、何？スエード調もちょっと入ってるような、なんかね、なんて言うんだろう。これもう初めてだから、なんとも表現しにくいんだけど、これすごいね。あ、これすごいわ。かわいい。これ横にラメダって書いてありますね。で、まあ、背中のところが、ちょっとここだけね、グラデーションが少し入ってるんですけど。かわいい。すごいね。この肩のね、肩紐もこの、同じ材質でこう、なってて。痛くなんなさそう、うん。切りっぱなしの感じなんですけど、これもね。なんかかわいいよ、また。すごいわ。あ、中もこのブルーで。柔らか、また。これもね、さっきと同じぐらい柔らかい感じのやつで。うん。うん、手触りが柔らかい。で、クッション自体はね、結構こう反発がある感じかな。キュッキュッとした感じの、しっかりした感じのクッションです。うん、やっぱここにもね、ノークロス、ノークラウン。はい、ノークロス、ノークラウン。ノーククロスだから、クロスだからな。ノークロス、ノークラウン。多分だけど、ノークロスで。ノークロスは何だ、ね、道行かなかったら、そうだよね。冠がない、冠、優勝もできないよ、はい、みたいな、そういう。なるほどね。うん。めっちゃ伸びる。うん。めっちゃ伸びる。じゃあね、着てみますか。着てみますか。ね、うん。行きましょう。はい。せーの。はい、来たよー。来たよー。はい。かわいい。めっちゃ可愛いんですよ。うん、いい感じ。すごいね、動きやすい。すごい動きやすい、これ。可愛い。おぉ。めっちゃいいんだけど。動きやすいよ、本当に、マジで。うん。これ今ね、僕着てるのは、下が、ワールドサイズが M で、アジアサイズ L なんですよ。で、ちょっとでかいかなと思ったんですけど、全然。これね、もともとが小さくて、伸びるやつみたい。で、上もワールドサイズが S で、アジアサイズが M っていうやつです。もうね、腕とかもぴったりぴったり。ぴったりぴったり。こんな感じで、ピタッとした感じです。もうこの辺もね、全然、ね、割れてるね、割れてる。割れてんの見えますか？はい、割れてますよ。はいはいはい。ね、こういう感じで。おー、いいね。本当に割れてんのわかるじゃん。うん。すご。ヒラも割れてるよ。本当だ。あ、2段、2段になって割れてますね。2個に割れてるヒラも。はい、ね。頑張らないといけないやつですね。はい。ヒラリのサイズは、上が、ワールドサイズが M で、アジアサイズが、
L です。L でね。うん、L。で、下が、ワールドサイズが S で、アジアが M です。かわいい。すごいいい感じ。うん、私、この、なんか私が、今まで着てきたやつ、ここの腕のところがこう、大きかったんだよね、この滑り止めの部分が。それが結構きつかったんだけど、これちょっとだけだからめっちゃ、超いい感じに締め付けが。めっちゃいい感じ。うん、いい感じだね。で、これ女の子あるあると思うけど、あの、胸のところに合わせないと、多分前的には多分ちょうどいいんだね。そうだね。胸どうもね、胸のサイズに合わせないと、そう、あんまりちっちゃいのにするとね、上がってきちゃうんだよね。上がってきちゃうんだよね。そう。だからちょうどいいです、すごく。へぇー。すごくちょうどいい。めっちゃいい。スカートも超かわいい。ずっとスカート欲しかったんだよね。じゃあね、ちょっと実験してみるわ。これ、ここ、後ろにね、このボトル入れてみます。はい、ボトル。ここか。もう、ほいほい。こういう感じだね。あ、入れ方失敗してる？ちょっと、ねえ、ちょっと見て。え、何？何？ちょっと見て。ちょっとこれ持ってって。何？何？ちょっと見て。何？ポッケがある、もう一個。え？真ん中。え、中にもう一個ポッケがあるの？うん。あ、ほんとだ。そう。それに引っかかってたんだ。そう、それに引っかかって入らんかった。面白い。え、なんで？なんか多分細かいのを入れるためでしょ？あ、しっかり奥まであるよ。そう。だから細かい、なんか合わさらない方がいいものとかを。はいはいはい。あ、あの、例えば、これだ。この財布だけをここに入る、これ。入んないか。真ん中はあんまりあれかもね。横の方がいいかも。ここは多分なんかちょっと細めのものを2個とか、うん、そう、バーを前後、あの、プロテインバーだとか、あ、それを前後に入れるとかは結構いいかも。あ、はいはいはい。だからこれは横の方がいいね。うん、横の方が入る？横はもう全然。あ、ほんとだ。横スポット入ったんだ。だから携帯入れて、あ、じゃあその後ろにプロテインバーだとか入れてもいいかもね。携帯をこの両側あるとこに入れるといいんだよね。どうなんだろう。どっちがいいんだろうね。うん、左的にはモバ銃をこっち奥に入れて、あ、奥じゃない、携帯を奥に入れてモバ銃をこっちの手前側に入れるとか、そういう分け方するかも。なるほど。左は。なるほどね。これ先に最初に一回あの入れてみた方がいいね。あの後で一生懸命やっても真ん中実は狭かったみたいな。そう、そうそうそう。あ、じゃあ何？ボトルとかもこっちだったら入る。あ、入る入る。入る全然。入る入る。で、下がね、こう、下が渡りが広くなってるから。全然入ります。すごい。すごい。はいはいはい。あ、いい感じですね。いけますね、これ。あ、すごい。すごいね。すごいな。こんな感じで。おー、すごいね。で、乗った感じはこう、こういう感じだよね。へー。いいね、これ。はい、割れてんの見えますか？割れてます。割れてます。はい。シャッタージッパーのとこちょっと見てみるか。あ、全然痛くないよ。ああ、はいはい、いい感じになってますね。すごい。けどちょっと広がってないかな、今。折れちゃってる。こんな感じ。うんうん、そう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 。ああ、もう全部真っ黒、全然何もチクチクしないの。うん、結構いつも気になってうわーってなるんだけど、全然そういうことないし、ここもちょっと広めだから。うんうんうん。ああ、はい。少し首が締まんない、全然。V カットっぽくな、ちょっと長くなるよね。こう首が締まんない、全然。すごい。はいはい。あ、ダディも V カット。ちょっとキュッと引っ張れるもんだから、こういう感じになるんですよね。いいね。襟がね、今までってこう襟がこうあるタイプって、うん、多かったんだけど、これはないタイプですね。すごい夏にはいいですね。では、リップとかこうやって入れる。うん、リップとかもすぐ抜けて、これはない。あ、ないですね。ひらよ、あ、リップはこっちだね。あ、そこのジッパーの中に入れるんだ、リップは。このジッパーはね、よくね、ジップし忘れる人がいるんで気をつけてくださいね。こんな感じだね。うん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 。左は。なるほどね。ダディみたいに5分になってたら左に、ね、携帯も入るね。
携帯も入って、こういう財布だったら、この真ん中にこう、真ん中が、やっぱり縁っこがいいのかな。うん。よそ、縁っこの方がいいんだね。まさかボトルは入らない。これ、こいつの場合は、ゴム質がちょっとついてるんで、そう、多分これ滑り止めがついてるから。滑り止めついてるから、ボトルとか入れにくいかもしれないけど、でも入る。全然入るね。全然入る。すごい。うん。はい。すごいや、これ。なんか全然なんかさ、ゴツゴツ感ないよ。ああ、はいはいはい。ね、うん。ちょっと出しますね。出すときにやっぱりゴムっていうか、キュッてなってますね、しっかり。よし。これありがたいよ。女子ってさ、結構その、美容のものとかも、わかんない。ちょっとどうなんだろう。ひらりは持ち歩くんで、ゆるぽただからさ、メイク道具とか結構持ってこない。はいはいはい。細かいものが増えてくるんだよね。そうなると。メイク道具は、基本持ってますね、皆さんね。アイラインとかもさ、持ってたりするんだけど、これ、ゴムがついてることで全然落ちる心配がないから、ありがたいわ。はい、ということで、今回はこの、ラメダのダンジンを紹介しました。紹介しましたけども、いや、めちゃくちゃいいね。本当に、実際に聞いてみても、肌触りとかすっごい。全然いいね。めちゃくちゃいい。なので、ぜひ皆さんもゲットしてほしいので、概要欄に URL 投稿しておきます。ぜひ皆さんチェックしてくださーい。そして、この動画、良かったな、面白かったな、参考になったなって方は、ぜひグッドマークをお願いします。そしてね、まだチャンネル登録しないよって方は、チャンネル登録もお願いしまーす。ということで、みなさん、どうやって終わるんですか、この動画。では。バイバーイ。ということで、ではバイバーイ。バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。はいはい、あともう少し、ゴールまでもう少し。